ヘルマンブールヘルマンブールは、オーストリアの登山家。チロル州インスブルック出身。天才クライマーと呼ばれ、1953年、魔の山と呼ばれたナンガパルバットの初登頂を無酸素で成し遂げた。この時の登攀では、モンスーンの到来が予想されたため撤収命令が下ったものの、第4キャンプにいた4人と命令を拒否して、登山を続行。 当初予定していた最終キャンプの設営を行わない、ままのアタックとなった。パートナーであるオットー・ケンプターが、体調不良により出発できなくなったために、第5キャンプからは単独で登り、証拠として山頂にピッケルを残した。登頂時刻は午後7時で、下山時にはすでに日没となり、およそ8000メートルの高度で立ったままビバークを強いられた。出発から41時間かけて、 第五キャンプに戻った時、ブールの顔は高所衰退と過労からまるで老人のようになっていたという。さらに下山後には頭症により足指2本の切断を余儀なくされた。ブールはこの単独投犯で覚醒剤のペルビチンを使用している。その後も数々の鉱山を制覇し続け、4年後、高所ポーターを用いずに少人数でブロードピーク初登頂を成し遂げた。 しかしこの数週間後、アルパインスタイルで、隣のチョゴリザボンを登山している最中に雪備を踏み抜いて滑落し、帰らぬ人となった。生前、ブールが日本人と登山を行うことはなかったが、彼の死後、ブールの遺品の多くを日本隊が発見している。1958年にチョゴリザ通報に初登場した日本隊は、前年に死亡したブールがふもとに残したテントを発見。 回収し、故国のオーストリアに送った。1999年には、日本人登山家の池田武彦が、ナンガパルバットの山頂付近でピッケルを発見し、ピッケル発見の情報を受けたチロル州政府は、在日オーストリア大使館を通じて写真を入手。製造元フルプメス社で、タイヤ職人らが鑑定したところ、ピッケルの刻印などから、ブールの登山隊用の特製品と確認された。 暴風の盗聴を支えたピッケルに対面した妻のおゲげには奇跡のようだ。私が手にした一番大切なものと感激した。なお、ピッケルを含む遺品はオーストリアの山岳博物館に収められた。ラインホルト・メスナー、ナンガ・パルバート・単独校、ヤマト警告者。 P275 ISBN 978から46億3531万 8051AB ホイテフォア53ヤレンバースタイガーリージェンレイヘルマンブールシティアブットインパキスタンバーゲル版で2010年6月27日ブールのピッケルを手にする池田武彦ありがとうございます